ました。国産牛ステーキ重のお店佐々木、こちらね静岡県浜松市にあります。外観はこんな感じでございます。なんか自動販売機があります。生パスタとリゾット、お家でリノアンっていうのかな、お家で作る生パスタとリゾットの自動販売機だそうです。興味ある方は自動販売機でお買い求めください。お支払いは現金、ペイペイ、楽天ペイ。はい、佐々木さんのねお品書きあります。ほら、国産牛ステーキ重御膳1500円。お、生湯葉と国産牛ステーキ重御膳1400円。あ、これはねなぜ値段が少し安いかというとね、お肉は少なめだそうです。国産牛ステーキと生湯葉を乗せたヘルシー重だそうです。ほら、美味しそうでしょう。国産牛ステーキ重、こちらを食べに来ました。それでは店内行ってきますね。じゃあ、しっかりつけていいですか。はい、すいません、お邪魔します。あ、リニューアルのお知らせ。リニューアルオープンしたんだね、2023年2月7日より。これもともとなんていうお店だったんですか。あ、リノアン。あ、イタリアン料理のお店だったんですか。それで今日から国産牛ステーキ重のお店に。あ、僕一人目第1号やったー、嬉しい。これお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。リニューアルオープンされた佐々木さんのメニューでございます。先ほども見ましたけどね、お品書き、国産牛ステーキ重御膳1500円、税込み。ご飯大盛りはプラス150円、肉 1.5 倍盛りプラス500円。あー、こんなあったんだね、やばい。 1.5 倍盛りのご飯大盛りにしないとダメでしょうか。第1号ですからね。すいません、変更していいですか。簡単な変更なんですけど、やっぱり第1号なんで、肉 1.5 倍とご飯大盛りでもらいます。いいですか。すいません、よろしくお願いします。やっぱり普通盛りじゃダメでしょう。私は肉 1.5 倍とご飯大盛り、そうすると2150円でございます。あとはね、生湯葉と国産牛ステーキ重御膳、こちらね生湯葉を乗せたヘルシー重みたいですよ。国産牛、お肉、赤ワイン煮御膳っていうのもあります。2000円。お子様ハンバーグプレートもありますね。お持ち帰りいってきます。国産牛ステーキ重膳とお持ち帰り1200円。メニューはそんな感じ。こちらね、静岡県浜松市中区引間にあります。あとはね、個室的な隠れ家的なテーブルの席もあります。すごくいい感じ、いい雰囲気のお店でございます。カップルにおすすめですよ、ここ。はい、カウンターはねこんな感じであります。はい、はい、ありがとうございます。
最後ね、うん、タレご飯、まあ、タレの味とかね、タレの量もちょうどいい感じ。いい感触。最後じゃあ、うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきましたよ。国産牛ステーキ汁、佐々木さんのリニューアルオープン第1問としてご来店させていただきました。旨味たっぷり柔らかなお肉、豊かな味わいご堪能くださいということでね、堪能させていただきました。